リ・モンスターは、金山寺狐による日本のライトノベル、およびオンライン小説。書籍版における、イラストレーターの担当は、本編、外伝が、山田、暗黒対戦編が、ナジやナギだ。2012年8月にアルファポリスより書籍化され、2020年6月現在、本編が10巻、外伝が1巻、暗黒対戦編が3巻まで出版されている。 2020年10月時点で電子版を含めたシリーズ累計発行部数は109万部を突破している。メインストーリーは主人公視点の引き調風で綴られており、ストーリー重視とのこと。ストーリーの合間に挟んだ緩和や外伝は各キャラクターの視点で語られている。オンライン小説が原作であり、小説家になるを似て、リ・モンスター・視察から始まる。 怪物転生期が連載されていたが、ダイジェスト禁止に伴い、小説家になろうでは本編を削除し、概念を掲載。本編含むダイジェストは、アルファポリス伝毛浮遊都市マイナスに、リ・モンスター・怪物転生期というタイトルで転載された。主人公は異世界の弱小種族ゴブリンの赤子に転生してしまった。しかし、前世で持っていた特殊能力と知識を用いて、 仲間と共に成り上がっていく。人間種以外の、いわゆる人外種は、存在進化して種族が変わるごとに解明しており、人間種の場合は、一応名前が設定されている者も,もいるが、大半は目と目を形容したあだ中役職、立場で呼称されている。主人公をリーダーとする傭兵団、ゴーブリンの集団から始まって、エルフや人間種、その他の種族も取り込みつつ、勢力を伸ばしている。 盗賊団を襲撃しての資金稼ぎ等を経て、大トで総合商会としての1号店を開業。迷宮都市、パーガトリーの2号店では、迷宮運送業者派遣業務などを行っているほか、クーデルン大森林にある本拠地は要塞化しており、店舗で販売、貸し出しする各種の品物を生産する施設や、雇用施設、パラベラ温泉号を開設している。 団員は共通のイヤーカフスを身につけているが、つけるかどうかは自由意志ということになっている。主人公の考え方から、団内の福利構成は充実しており、捕虜となり建て前上、奴隷として働かされている者たちにすら、一定の休日や、働きによっての昇給や、待遇の向上が認められており、正式な入団や元の生活への解放が約束されている。また、 定期的に地獄の訓練祭などの催しも開催している。幹部称号、鬼神の盆祭、持ち主人公の子供ペット主人公が得たアビリティで使い魔となった者たち。他にもスペ製のハインドベアー、カナビアブラザとのトリプルホーンホースや機銃部隊用のブラックウルフがいる。一般団員2015年2月28日発行。 ISBN 978から4から4342018822015年12月31日発行。ISBN 978から4から4342129322017年3月1日発行。ISBN 978から4から4342300112018年2月28日発行。 ISBN 978から4から4342418572019年1月31日発行。ISBN 978から4から4342544752019年11月30日発行。ISBN 978から4から4342663932020年10月31日発行。 ISBN 978から4から4342763092016年2月より iOS 向けと Android 向けにアイテム課金制にて配信開始2021年9月に配信終了2016年11月より PC でスマートフォン向けのゲームをプレイできるアンダップに対応ありがとうございます